めんなさい、イクシーさんとメンタルの強さが違いすぎて僕は参考にならない気がしてきました。例えば、次はもっと上手く書いてやるよ、というのも次もっと上手く書けなかったら嘘をついたことになってしまうと考えてしまいます。僕の場合は、でもそれって誰かに強制されてるわけじゃないし、次もっと上手く書いてやるよって言って書いたものが上手く書けなかったのって嘘じゃなくって、上手く書けなかったっていう結果が出たけど、じゃあ上手くいくにはどうしたらいいかっていうのがやっぱ分かる結果は出るじゃん。だから上手く書いてやるよって言って頑張って書いた割にはうまくいかなかったわけなんだけど、何がうまくいってないのかっていうのを検証できる絵は描けてるわけだからいいんじゃないの。でそれってなんで嘘になるのかが分かんなくて、だってうまく書いてやるよって思っただけでうまく書きますよみたいな宣言してるわけじゃないから全然嘘じゃないんじゃない書こうとしたことには嘘ついてないから、それは考え方が違うだけだと思うけど、メンタルの強さとかじゃなくて、メンタルの強さは個人差そんなないですよ本当に。ちょっとあるかもしれないけど、メンタル強い弱いみたいな話することが多いけど、メンタル総量みたいなのとかってそんなに人によって違いあるかなと思ってて、だから受け取り方とか考え方で改善できる部分だと思うんですよ。もちろんなんか先天的に病気になってるとか、環境でそういう精神的な病気になっちゃったっていう人はまた別なんだけど、普通に喋れて普通に絵描けてっていう人だったらそんなに差がないと僕は思ってて、だから捉え方とか考え方でいくらでも軽減できるのかなと思ってるけど、うまく書こうって思ってること自体嘘じゃないし、うまく書こうと思ってるのに手抜いてんだったら嘘ついてるけど、そういうわけじゃないんだったら別にそんなことで気落ちする必要ないかな。そもそも絵描いただけで偉いから嘘つくつかない以前に自信持っていいと思うけど、やった、偉い、私も偉い、俺ら偉いんだぞ、書いてたな書いてたら、ね、